フランス海軍トップピエール参謀総長が公表しました。インド太平洋での出来事です。今回フランス軍が中国船の実態を発表。詳しく見ていきます。中国船は何を、いや中国自体何を望んでそんなことをするんでしょうか。香港でも次々と閉鎖的になっています。2021年6月、イギリスで開催された先進7カ国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本による通称 G7 サミットは、地球環境や新型コロナウイルス対策等が議論された。地球の温暖化対策は、二酸化炭素の排出量の削減を途上国に向けて、資金支援する内容や、新型コロナウイルスについても途上国へのワクチン供給の支援などを G7 各国が協力することで合意している。そんな中で、今回の G7 サミットでは、初めて中国を名指しで非難する声明も出され、ウイグルの人権弾圧や香港の自由と自治の堅持、新型コロナウイルスの解明に向けた調査について指摘された。また、中国が強力に推進している経済圏、一帯一路構想に危機感と警戒感を示し、G7 各国がアジアやアフリカの途上国に向けた鉄道、発電設備等のインフラ構築の支援を行うと、対峙姿勢を明確にした。今回の G7 サミットに加えて、北大西洋条約機構、通称 NATO の首脳会談でも、現在の中国の在り方を国際秩序を乱す行いだと指摘しており、アメリカのバイデン新政権が描く中国包囲網の成功と見る向きも多い。こうした声明を受けて、早くも中国政府は、今回の G7 サミットや NATO の首脳会談での声明に強硬に反対する姿勢を示しており、ウイグルや香港は内政干渉、NATO は一地域の小サークルだと反発している。日本でも尖閣諸島等で中国と直接対峙する立場からは、今回のG7 サミットや NATO の首脳会談の内容をアメリカ同様に中国包囲網の完成だと評価、賛同する声も多く、今後の動向に期待が高まっている。こうしたいわゆる西側諸国のこれまで以上の対中国の連携強化が打ち出された中で、6月11日のフランス・ル・モンド紙は同国海軍の高官、バンディエ参謀総長のインタビュー記事を掲載、一部で話題となっている。というのも、バンディエ参謀総長は、インタビューの中で、アジア、太平洋地域に展開しているフランス海軍の艦艇が、中国の船舶による、航行の妨害行為を受け、衝突の危険性すらあったと述べているからだ。バンディエ参謀総長は、この行為が、アジア、太平洋地域の、どの海域で、どのフランス海軍艦艇に対して行われたのか等しい、具体的なことは、一切述べてはいないが、航行の自由を侵害されたと、非難している。フランス海軍艦艇の、この近年に公表されているアジア、太平洋地域での動きとしては、2020年12月に攻撃型の原子力潜水艦、エムロードが沖ノ鳥島周辺海域で日本、アメリカと合同軍事演習を行った。
原子力潜水艦、エムロードは、その後、南シナ海のパトロールも行ったと、通常潜水艦の行動が明かされることは、ない軍事常識上からは、異例の公表が、なされ、強く、中国の南シナ海領有を拒絶する、サインだと受け取られた。エムロードは、リュビ級原子力潜水艦の4番艦であり、1988年に就役、水上排水量2385トン、水中排水量2670トン、全長 73.6 メートル、全幅 7.6 メートルと、おそらく実戦配備されている中では世界最小の原潜だ。またのフロレアル級フリゲート艦の2番艦、プレリアルは2021年の2月から3月にかけて、北朝鮮の瀬取り行為を監視する任務に従事したほか、日本、アメリカ艦艇との合同軍事演習も実施している。フリゲート艦、プレリアルは、19992年に就役、基準排水量2600トン、満載排水量2950トン、全長 95.5 メートル、全幅 14.0 メートルで、主兵装は MLE68、カダム 100mm。単装砲1機等で、VLS は装備されていない。さらに、2021年5月には、ラファイエット級フリゲート艦の2番艦、シュルクーフが、沖縄周辺海域において、海上自衛隊の補給艦、マシューと、海上での合同補給訓練を実施したことも、報道されるなどしている。フリゲート艦、シュルクーフは、1997年に就役、基準排水量3200トン、満載排水量3600トン、全長125メートル、全幅 15.4 メートルで、主兵装には、MLE68、TR、100mm 単装砲1機や、VLS16 セルを装備している。ラファイエット級は、現状フランス海軍の最新鋭のフリゲート艦ではあるが、仕様を一部変更した艦の輸出にも力を入れており、台湾が6隻、シンガポールが6隻、サウジアラビアが3隻を購入している。これらラファイエット級の輸出仕様は、主砲をオートメラーラ製 76mm。砲1機に変更。対潜兵装として、魚雷発射艦とセットで対潜ソナーを追加しており、採用国の要望に応じた能力を付加したものといえる。さて、ここに記述した原子力潜水艦、エムロード、フリゲート艦、プレリアル、シュルクーフがアジア、太平洋地域に派遣されていたことは事実だが、中国船舶の接近は、潜水艦には起こり得ないだろう。そのため、個人的にはフリゲート艦、プレリアルもしくは、シュルクーフか、これに随伴していた、フランス軍の支援用艦艇のである、可能性が高いのではないかと推測してしまう。ただし、G7 サミット開催前に、フランスのマクロン大統領は、アジア、太平洋地域におけるアメリカ、そして EU 諸国の対中路線に、追従しないとする独自路線を打ち出しており、今後の動きが、注目される。